じゃあ日村さん次。あ、俺いきますか。日村さん、はい、さあ僕はね、これすごいですよ。これがさ、僕はもうありえないけどね。ありえないですけどね、リボンス内容、はい、僕は小木さんの奥さん、はい、うん、ナモさんと、はい、まあ、キスをしてくるっていう、これを やるというね。これはすごいよ、ね、これをやらない、これぐらいやらないとやっぱもうリボンにならないんじゃないかと。これ本来は小木さんに来たやつなんだから。そうですね、そうで、俺がやってもみたいなね。そう、したら急にね、日村さんが俺やりたいって。俺がナモさんとキスしたい。何キスしたいって。生まれ変わるっていうんじゃ、小木さんがやってもつまんじゃんじゃないっていう。やっぱそうそうそう。ああ、キス本当にしたいわけじゃないんだね、じゃあね。いや、まあ、生まれ変わるためにね、うん、キスもしたいですよ、もちろん、ナモさんと。うんうん、で、ナモさんも、あの、生まれ変わるんだったらっていうことをね、すぐにツイッターでつぶやいていただいて、これはもう、成立したということで。俺なんか、ナモとキスしたら何かが変わると思う。わかるでしょ。あの女はそれぐらいのこう、何か、パワーを秘めてる。そういう、そうそうそう。すごいと思う。ということでね、行ってまいりました。行った。行きました。今日夕方仕事終わって、はい、まあ、どこにしようかって考えてきて、場所大事だ、ね、場所大事だね、場所大事だからさ、まあ、おじさん家行こうかとかいろいろどっかで待ち合わせして、なんかどこ分かんないから、結構カラオケボックスを、うん、用意して、うん、もうセット、カラオケボックス、エロいね、エロいでしょ、エロい、エロい、渋谷のカラオケボックスにですね、うん、夕方に行きまして、そして二人で行きましてですね、こちら写真、ちょっと待ってよ、写真がある、これいい感じで最初、じゃあこれさ、店員さんとかさ、あ、日村さんだと思ったらさ、あれ誰だろう、女の人と、まあまあ、まあ、もちろん思うよね、いい感じ、まあ、まずカラオケボックス入りまして二人で、キャバクラみたいになってる、これ、本当に大丈夫なんだなってことを名古屋さんに確認して、今からするけども。大丈夫だねって、確認ね。ナモさんも今から、あの、家出るときに小木さんがいたから、ちょっと私今からキスしにちょっと出かけますと。それは言ったんだ。ナモさん今来て、小木さんがちょっと冷たかったわけじゃない。冷たいじゃん、冷たいじゃん。あのね、玄関出るときに、私今から本当にキスしてくるけど、いいの？なんかかわいそうじゃん。そう、その言われ方されると、そう、かわいそうっていうか、俺止めなきゃいけないのかな。あったけど、でももう、しょうがないじゃん、仕事なんだから。仕事ないんだから。最悪の男だよ。いや、もうなんか言いようがなくてさ、その時も。その返しが難しくて、もうそういう言い方しちゃったけど。小木さん的にも大丈夫だったんですよ、気持ち的には。それはもう全然大丈夫なの？それはもう仕事だから。だって女優さんと結婚したやっぱり人ってそういうことでしょ？そういうことです。お笑い芸人と結婚したばかり、もう日村さんとキスしなきゃいけない。確かにもうね、言ってた。あの、みんなね、そのリボンでね、その、矢作はブラジャー、ね、小木はおむつ、で、日村さんがキス、設楽さんがジェ、私が一番辛くねえか。やんで私が、いや、そうだ。みんな楽じゃねえかって。みんな、なんで私が一番辛いの。確かに、素人の私が。そうだね、そうだね、一番辛い。本当だね、まあいろいろ辛いと思うんだけどもね、いろいろ二人で話し合って、ここ、話し合って。どうしようかと、一応、ただ確認して、小木さんの OK もいただいたし、私的にも気持ちもちゃんともう出来上がってますと。で、どこに場所すると、奇数のね。でも俺的にはもう、この出た時にはもう口だと思うんだけど、あれ、そうだよね。どう思う？なおさんとか、私も。それはそうだよね。びっくりした。すごいね。やりました、本当に、実は。こちら写真ございますから。うわー、してる、してる、出たなー、おじさん、うわー、なんかさ、初めて見た人、自分、なんか。自分の奥様が。ありえないよね。真顔、真正面の顔しか見たことないわけだよ。そうだね。キスしてる時。なんかちょっとさ、ナオさんがこう、首かしげてさ。でもなんか、ナオが、幸せそうな顔して、なんか女っていう顔というかね。なんかいい顔してる。いい顔してる。10秒ぐらいキスしてます。なんで日村さんも目つぶっちゃってるんですか。一応やっぱね、そこはね、まあ、エチケットと言いますかね。エチケット。まあまあまあ。いいじゃん。いい、なんかいい。キスする前とかなんか歯磨いた。俺はすげえ磨いた。ものすげえ磨いた。まあ、ナオちゃんもすごい気を使っていただいて。そう。一回ね、帰ってきたのうちに。え？その、出かける前、昼間に一回仕事があって、一回帰ってきたのね。時に、その帰る時に、LINE でメールくれるわけ。だいたい帰る。今から帰ります。でも今日のは、これからキスなんで、歯磨いて、メイクして、メイクしに帰ります。
それ見た時に、ね、字で見るとなんかちょっと切なくなってるね。切ないね。そうそう。字ってなんかすごい、ね、厳しかった。その時はね、すげえ。いや申し訳ないけど、ね、うん、生まれ変われたよ小木さん。だから俺これは生まれ変われた。いい写真だね、これ。なかなかないよこれは。人妻。いや本当だよね。これなんか部屋に飾れる写真だよね。あの外人のさ、よく白黒のさ、キス写真あるじゃん。パリとかのなんか絵になる。絵になる。いやこれ額に入れたら結構いいよ。いいよね。リビングにいいよね。いいでしょこれ、うん、いい写真だこれ、ちょっと白黒に加工してさ、そうだ、なるほど、いい写真だ。これあのホームページでこれも公開ということで、うん、そうだね、うん、なるほど、ね、これ、はい、さっきの矢作さんのも公開するの、もうしてます、もうして、え、大丈夫、映ってない、だって完全、だってチンコ出てるじゃん、あれえ、あ、自分でやってきたやつ、スタジオの上下じゃないやつ、なるほど、スタジオね、うん、なんかフェースから覗いてるみたいな感じで出ちゃってるからね、蹴っていいの、蹴っていいの、蹴って蹴もダメ、蹴ダメだ、蹴ダメだろ、ギリギリのやつだから、なんか加工したりとかちょっとしたのは出せるかもね、ね、顔を見せたいんだよな、人、うん、ってダメなんだじゃん、当たり前だろ、人はもう一番ダメなんだ、あんな可愛いのに、あんな可愛いけどダメなんだ、すげえアップにしてもダメなのかな、それダメか、人のドアップ、うん、叶えろってこと、分かんなきゃダメ、言っちゃダメだろうね、あ、まあ、そんなわけでね、おじさんね、でこの写真もあれでしょ、もちろんナホの、うん、今はちょっと横が写ってるけど、はい、もうちょっと顔隠せてるやつ。ああ、いや、もちろん、それはね。もちろん、奥さんの顔はちゃんと隠してる。当たり前だよ。小木さんの顔で、こう、ちょっと目とかも隠したりする。加工するさ。あ、でも、奥さんの顔は隠しますけど。いい写真だな。いい写真だな。ちょっと待って、メール来てますけどね。はい、ラジオネーム、うん、オクロックマン X。うん、おいたけし。たけしじゃないんだよ。あ、そうなんですね。たけしじゃないんですよ。ナホ夫人のツイッター、うん。7時間前から更新されてないけど、うん、これとお前とのキスのせいで体調崩したんじゃない謝罪しろファックなんでなんでやばいこれやばくないよやばいよあれおかしいねすごいなこちゃんも協力してもらってうんねえ申し訳ないけどね本当だねありがとうございますいいね奥さんだそう改めていい奥さん感謝だねいい夫婦だなと素晴らしいよありがとうございます、ね